日本国内で最大の規模を誇る羽田空港。利用客数や発着本数、滑走路の本数など日本最大の空港となっています。現在の羽田空港は2010年10月に開業した第3ターミナル、当時の名称は国際線ターミナルの開業と D 滑走路の供用開始以降、大きな動きはありませんが、少しずつ改良が続けられています。今回の飛行機のイロハは日本最大の空港羽田空港で現在計画されていることや今後について紹介していきます。現在羽田空港への鉄道のアクセスは東京モノレールと京浜急行が存在しますが、さらに輸送力を増強すべく羽田空港アクセス線が計画されています。これは既存の JR の路線に接続させることで、より広範囲からのアクセスが可能になる新しい路線です。 JR の田町駅付近から東京貨物ターミナルまでは大潮線と呼ばれる貨物線の跡が存在しており、構造物が残されているので、それを再整備して活用します。そして東京貨物ターミナルから羽田空港まで新規にシールドトンネルを約5キロ掘り、空港へ塗り入れることになります。空港の敷地外は JR 東日本が事業主体となり、空港敷地内は国による施工で地下をトンネルで通過します。駅施設は P3 駐車場の裏手にある空港内の周回道路下に対策工法で構築する計画です。作られるホームは1面2線で15両編成が乗り入れ可能となる予定です。なお駅予定地の周辺は地上で首都高速湾岸線、地下では東京モノレールや京浜急行の駅に囲まれた場所となり、かなりタイトな施工となりそうです。また京浜急行の羽田空港駅の先に引き上げ線を作り、発着本数を増加させるための工事も2022年8月8日に着手されています。この羽田空港アクセス線が開業すると、東京駅と羽田空港が18分で結ばれ、大型の車両で長い編成の乗り入れが可能となることから、大きな輸送力の増加が期待されます。施工は2022年度内に開始され、2029年に開業予定です。ANA が主に使用している羽田空港の第2ターミナル。実はこのターミナルには離れが存在するのをご存知でしょうか。これはサテライトと呼ばれ、第2ターミナルから離れた場所に存在し、本館からバスで移動することになります。サテライトにはボーディングブリッジが3台備え付けられ、待合ロビーや売店もあり、ターミナルの機能は最低限備わっています。ただどの便がサテライトから出発なのかは決まっておらず、マニアでもなかなか行くことができない施設です。そのように行くこと自体が珍しいサテライトですが、本館とサテライトをつなぐ計画があります。このように離れた位置に存在するサテライトですが、ここをこのようにつなぎ、ボーディングブリッジを3基設置する工事が2022年内に着工し、2025年3月に開業する予定となっています。ここには VIP 用の貴賓室がありましたが、移転してその跡地に建設されることになりました。なお既存のボーディングブリッジが2基撤去されるため、実質的にはボーディングブリッジが1基増設されることになります。個人的にはエアドゥなどが使用している北ピアの先端まで行くのも結構遠いイメージですが、これが完成するとさらに遠くなるのが心配なところです。なお、このサテライトと本館の接続により、現在、国際線と国内線で共用しているスポットは国際線専用となり、ANA の羽田発の国際線は、すべてここから出発する計画となります。さらに、第1ターミナルにも拡張の計画があり、サテライト塔とそれをつなぐ連絡通路が建設されます。
この工事の完成後、最終的には第1ターミナルでも JAL の国際線を受け入れることになる計画です。さらに第1ターミナルと第2ターミナルをつなぎ、間にある高速道路などの上に人工地盤を構築、そこに国際線のスポットを増設する構想もあります。2010年に供用開始した D 滑走路によって、羽田空港は飛躍的に発着本数を増やすことが可能になりました。現状、北風南風運用とも1時間あたり出発40回、到着40回の合計80回の発着が可能となっています。ちなみに南風運用の15時から19時に行われる都心上空ルートを含む運用の場合、出発到着を合わせて1時間あたり90回程度の離発着が可能となります。もしそれ以上の発着数を処理する場合、滑走路の増設が必要となる可能性が高く、すでにその場合に備え、羽田空港の5本目の滑走路の検討が行われています。これがその検討案。既存の各滑走路に並行して新しい滑走路を設置する各パターンが検討されました。なお、羽田空港で滑走路を増設する場合、さまざまな制約が発生します。 C 滑走路の沖には東京港への航路があり、大型の船舶が航行するため、それを阻害するようには滑走路を設置できません。そして多摩川の河口部に位置している羽田空港は、河川の流れを考慮する必要もあります。そのため B 滑走路建設時には多摩川の流れを阻害しないように、一部が桟橋形状で作られました。このような条件を考慮した場合、1は東京港への航路へ影響を与える可能性があることや、沖合に作る関係上水深が深い位置となるので工期・工費面で不利になります。2は第3ターミナルの取り壊しが必要なこと。5は市街地への騒音面がネックになりそうです。また発着本数を比較した場合、 C 滑走路に並行し760メートル程度離れて設置する案の3が最も発着本数の増加が大きく効果が高いことが分かりました。ただしこの比較は概算によるものであるため、各案で示された発着本数は現実とは少し異なるかもしれないので注意が必要です。離着陸時における飛行経路などが考慮されると、若干異なった数値になるかもしれません。さらにこの検討では、発着本数の増加に対するターミナルや駐機場の増設の考慮は一切含まれておりません。なお工事費についての試算もされており、3が全て埋め立てで行われた場合、桟橋と埋め立てで作られた D 滑走路よりも工費は安く作れるとのことで、本命は3となる可能性が高いです。 B 滑走路で作られた桟橋形式が埋め立てより高額であるのは正直驚きでした。これらの要素を加味した場合、5本目の滑走路が最終的にどのような形になるのか非常に楽しみですね。